皆さんこんばんは。東京ラジオチャペル、愛は負けない、今夜もお聞きいただきありがとうございます。1月9日月曜日、成人の日ね、いかがお過ごしでしょうか。お相手は私、毎日働き毎日遊び、今も成人の日みたいな、ジミーチャペル、よろしくお願いします。そして Hello Hello、 アーサー・ホーランドでございます。イエイ。今日もジミーと共にこの番組を届けることができて非常に嬉しく思ってます。よろしくお願いします。いや、成人の日だね。成人の日です。大人になる日ね。え、ね、なんか俺も成人の日迎えたけど。ああ、そうなんですね。年を重ねれば重ねるほど重ねるほどいっぱい重なってますね。なんか、成人離れして、成人離れ、幼児に戻ってしまう。分かります。ねえ、折り返し地点という、まあ、幼子にならないと神の国に入れないという聖書の言葉があるけど、まあ、常識は、ね、大人であり、はい、されど子供のような自分を見失わないでいたいなとは思いますよ ね、 すね。楽しいですからね、その方が ね、 ね、でもやっぱり成人となるとね、いろいろ責任が伴うよってことなんだろう ね、 ね、で責任を持つってことも人間生きていくために大切だっていうことなんだろう ね、 ね、でもその責任を背負いすぎちゃうと、はい、肩身が狭くなってくるような、閉塞感が出てきて、なんか人生が楽しくなくなるっていうのもあるような。そうなんですよ。まあ、去年俺も友人が、はい、自分の命を絶ってしまって、あ、そうですか。うん、そしてその葬儀に行ったりして、泣きがらと対面したけど複雑な思いになったね。そうでした。まあ、新年早々あまり暗い話はしたくないんだけど、でもやっぱり生きるっていう延長線の中に死という現実があることは否めない事実じゃね。死は我々の心に真に霊感を与える哲学の天才であるっていうね、言葉があるけど、ね、死の存在がなければおそらく一人の詩人も生まれなかったであろうと、ね、トーマス・マンは語ってるけどね。やはりこう死を、友人の死を見るってことは自分が今生きているんだっていうメッセージが伴うんだよな、はい。そしてその人の分も生きようっていう気持ちにある時はなるんだよな。まあ、でも自分の身を絶ってしまうって、まあ、ここの番組聞いてる方の中で寂しさを覚えたり苦しさを感じたり、そういう時にやっぱりこう、 もう生きててもしょうがないとか、何かこう生きる希望をなくしてしまう場合もあるよね、はい。まあ、躁鬱の病を持ってる人なんかもそういう気持ちになることってあるんだけど、やっぱり閉塞感のある社会で、いろんな意味で肩身狭い思いしながら、自分じゃない自分を装いながら歯を食い縛って生きる結果、背負いすぎちゃって、自分の命を絶つことを選んでしまう人も中にいる。まあ、薬中の働きなんかやってると、もう薬中は刑務所に入るか精神病院に入れられるか、それとも自殺するか、3つに1つだって言われているぐらいの病気なんだけどね。まあ、そういうところで亡くなる人も多いわけさ。そうすると薬物依存症の仲間たちは、楽になれたんだねって言うんだよね。まあ、その人が選ぶ楽な道なのかも分かんないけど、でも残されている人たちは切なさと悲しさと、やっぱりその子供なんかを見てるともう言葉にならない思いが起きる。でもそこに至った その人の気持ちっていうのはね、常識的には分かってる、賢い人だから。でも
自分自身が切羽詰まった時に行き詰まってそこに行ってしまったっていうね、はい、まあでもやはり心の中に宿題を残すよね、なぜなんだろう、どうしてなんだろう、それを理解しようとするとそれが一生の課題になったりするんだよな、はい、だからまあ責任を与えられることも大人なんだけど、必要以上に背負わないようにとも言いたいね、そうですよね、うん、魂のロッカー、ジーザスはすべて疲れているもの、重荷を負っているものを私のところにおいで、私がお前を休ませてあげるから、私は庭でへりくだったものだから私のくびきを追うて私から学びなさい、そうすればあなたの魂に安らぎがきますという言葉があるんだけど、やっぱりジーザスは俺らが重荷を背負ってしまうことを知ってるんだよね。でどっかで無理しちゃう、背負わなくていいものを背負っちゃう。ジミーなんか見てるとなんかもう俺はそれは無理ですっていうのを、はい、こう知ってるような、はい、だから、まあ、きっとジミーも無理はするんだと思うんだけど、なんかこう自分の身を立ってしまうような無理はしないような雰囲気持ってるなと思うんだよ。そうです、それはやっぱりジーザスがいるからなんですけど、僕も結構もう無理って思うような中で、いやでもジーザスがいるんだから、なんとかなるんだろう、この後なんとかなるんだろうって希望を持ちながら、で時々朝明日のフライデーナイトに行って元気もらって、もうでもギリギリでしたね、だけどギリギリの中死にたいと思わなかったですね、もっと愛されたい愛したいという気持ちがやっぱりあって、しんどいんだけど、死にたいとは思わなかったです、まあお前に拠り所があったんだろうな、そうなんですね、だからその拠り所が、まあ、一時的にでもまたその問題を緩和する、またその重荷を担ってくれる、そういうなんていうのかな、どっかで癒される間の空間がお前にあったのかな、ありましたよね、やっぱりありのままの姿と向き合う、逃げるのではなく、その問題から背を向けるんじゃなくて問題に目を向けながら向き合いながら自分っていうものを知る、それが自分をデザインメイクして愛してやまない存在に気づくっていうことでもあるから、静まって私がお前を愛してやまない存在であることを知れっていう意味ではやっぱり間を取るってことが大切なんだろうね。魂のロッカージーザスも神が人となってこの地上に来た時に、はい、やっぱり忙しく人はいっぱい群衆のように集まってくるわけだよね。でもそれはそれで自分がやれることをやった後必ず一人になって山に退かれて祈られたってあるけど、間を取ったよね、はい、そうですね。で俺がよく言うように日本の美学って茶の間、奥の間、床の間、床の間、はい、ねえ、人間って人の間、間が抜けると間抜けになるっていうけど日本人は間の美学があるっていうね、だからやっぱり間を取ることが大切だよね。ぜひ今年の1年いろんなことがあると思います、でも間を取ってください。そしてそこで、ね、弱い自分に気づき、またそのあなたを支え引き上げてくれる魂のロッカーという存在がいることを忘れずに、アーメン。この方はあなたに寄り添ってくれます。十字架はあなたのためにあります。ジーザスはあなたを愛しています。間の中に訪れてくれる存在です、アーメン。 Have a good night。 おやすみなさい。祝福どっさりありますように。Radio Tepo!